タンパベイバッカニャーズ、タンパベイバッカニャーズ、略称、TB、米国での通称は、バックスは、アメリカ合衆国フロリダ州タンパに、本拠地を置く、NFL チーム、NFC 南地区に所属している。第37回スーパーボールで、オークランドレーダーズを破り初優勝を果たしている。2001年までは、NFC 中地区に所属した。 当初チームのフランチャイズ権はフィラデルフィアの建設会社オーナーのトム・マクロースキーに与えられる予定だったが NFL と金銭面で合意にならずジャクソンビルの税理士であったヒューカルバーハウスが初代オーナーとなった。チームの愛称は公募の結果17世紀にタンパワンをはじめとするフロリダの沿岸を荒らし回った海賊バッカニア縄張りであったことからバッカニアーズと名付けられた。 本拠地に決まったタンパスタジアムは拡張工事がされ7万2千人収容となった。初代ヘッドコーチには長年 USC ヘッドコーチを務めた名称、ジョン・マッケイが就任した。これまでマッケイは NFL の他のチームからのオファーを何度か断っていたが、新チームを一から作り上げことに興味を持ち、300万ドルの契約を結んだ。マッケイは頼れる。 ベテラン選手とドラフトで有望な選手を獲得し5年計画でチーム作りを考えていた。だがこの時のエクスパンションドラフトは後に行われたものよりもはるかに厳しく高齢になりすぎた選手や他のチームで戦力外と見られた選手しか獲得できなかった。ミスタックルやスナップミスなどが相次ぎファンの支持やメディアの支援も失っていった。 マッケイは1977年のドラフトで後に、殿堂入りしたトニー同セットではなくリッキーベルを指名仕事や USC のプレイブックに多く頼っていること。カレージフットボールで全米チャンピオンになったリーロイセルモン、デューイセルモン兄弟の存在などから NFL でカレージフットボールを追っていると皮肉られた。この不満は次第に高まりファンの間ではスローマッケイ・ンザベー・ベイ。 マッケイコーチをワンに放り込んでやれというバンパーステッカーが人気となったほどである。チーム創設1シーズン目の1976年は暫定的に AFC 西地区に所属したが開幕から14連敗でシーズンを終えた既存の AFC13 チームと同年設立のシアトルシーホークス同じく暫定で NFC 西地区所との14試合に全敗した。 この年4試合は、カンル負けを喫し、シーズン14戦での総得点はわずか125点、一方412点を相手に与えた。怪我人も続出し CFL からも選手を獲得した。チームは、ジョニー・カーソンのトークショーやファンによって、ジョークのネタにされた。1977年から NFC 中地区に移った。 この年プレシーズンゲームでは、アトランタファルコンズを17から3で破ったものの、2シーズン目に入っても連敗記録は止まらず6試合で、完封負けを起死した。既存の NFC13 チームとシアトルシーホークス、AFC 西地区に移動との14試合を行い、第13週、敵地でのニューオーリンズセインツ戦で33から14、と初勝利を挙げるまでにさらに12連敗。 前年から通算で26連敗を記録した。これは NFL におけるワースト記録である北米4大プロスポーツリーグにおいても NBA のクリーブランドキャバリアーズが2010から11シーズンに作った6連敗と並んでワースト記録。この時敗れたセインツの q b アーチーマニングはバッカニアーズに敗れたことは恥だった。試合後に相手選手に嘲笑されたと述べている。 試合終了後深夜短波に戻ったチームを8000人のファンが歓迎した。最終週のセントルイスカージナルスとの試合も勝利し2勝14敗でシーズンを得た。1978年も負け越しに終わったが、新人 QB のダグ・ウィリアムスのリーダーシップとプレーは将来性を感じさせるもので、シーズン途中で怪我のためチームを離れたがこのシーズン5勝11敗の 成績を当て未来に期待を抱かせるものとなった。1979年には、ダグ・ウィリアムスの成長、リッキー・ベルが初めて1000ヤード、ラッシャーとなり、最優秀守備選手賞に選ばれた、リー・ロイセル・モンなどによるディフェンスは、NFL トップの成績上げた。チームは、開幕から5連勝を果たし10勝6敗でシーズンを、終えて、NFC 中畜優勝を果たし、 プレイオフに初出場を果たした。ディビジョナルプレイオフで、フィラデルフィア・イーグルスを24から1で破る、バンクルはせをし NFC チャンピオンシップゲームでは、ホームで、ロサンゼルス・ラムズを迎え撃ったが0から9と、完封されて破れた。1980年は怪我人に悩まされ5勝10敗1分に終わった。1八十一年、チームは平凡な成績だったものの最終週に、 デトロイトライオンズと地区優勝をかけた試合に勝ちプレーオフに出場したが、プレイオでは、ダラスカウボーイズに0から38で一周された。1982年は、開幕から3連敗したもののストライキで7周が中止となり、再開後の6試合を5勝1敗で終えて5勝4敗。この年拡張された、プレーオフに出場した。プレーオフでは、カウボーイズと対戦し、 ハーフタイム終了時点ではリードしていたものの17から30で敗れた。その後カルバーハウスオーナーの下でチームが勝ち越すことはなかった。1982年、QB ダグ・ウィリアムスの年俸は12万ドルで、先発 QB としては全チーム中最低、多くのチームの控え QB より安い契約であった。シーズン終了後、ウィリアムスは60万ドルに年俸を上げるよう主張した。 この価格はこれまでの彼の活躍や市場を価値からすれば十分リーズナブルなものだったが、カルバーハウスオーナーは40万ドルでしかオファーを上げず、ウィリアムスはユースフルに去った。その後1991年にローレンス・ドーシーがルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得する活躍を見せたりもしたが1983年から1996年までの14シーズンプレイオフを逃し続けた。 1996年に前年までミネソタバイキングスのディフェンスコーディネーターを務めていたトニーダンジーがヘッドコーチに就任すると1997年には1979年以来となる受賞を挙げて久々にプレーオフに出場したこの年から13シーズン在籍するモンテキフィーン守備コーディネーターが作ったというディフェンスはリーグ屈指の守備となったこの年ウォリックダンが オフェンスルーキーオブザイヤーに選ばれた。1999年には、ウォーレン・サップが、ディフェンスプレイヤーオブザイヤーに選ばれる活躍を見せて、チームは1979年、1981年以来となる3度目の地区優勝を決めた。そして、スーパーボールまで、あと一歩のところまで進出した。2002年からは、ジョン・グルーデンが、ヘッドコーチとなった。 NFC 南地区所属となり12勝4敗で、チーム創設以来最高の成績で、地区優勝、プレーオフで、サンフランシスコ 49ers、フィラデルフィアイーグルスを破り、第37回スーパーボールに出場した。オークランドレガー,ーズとの対決は、グルーデンコーチをめぐる因縁の対決で話題を呼んだ。試合は48から21で、バッカニアーズがし、 スーパーボール初制覇を遂げた。デリック・ブルックスがディフェンスプレイヤーをオブ・ザ・イヤーに選ばれている。翌2003年、2004年とプレイオフ出場を逃したが2005年には11勝5敗で、地区優勝、ワイルドカードプレイオフで、ワシントン・レッドスキンズに10から17で敗れた。キャデラック・ウィリアムズが最優秀新人守備選手に選ばれた。 2006年は第6週のシンシナティベンガルズ戦で14から13と初勝利を挙げた。2007年も地区優勝を果たしたがワイルドカードプレイオフでニューヨークジャイアンツに14から24で敗れた。2008年第4週のグリーンベイパッカーズ戦の4日前に生後3ヶ月の息子を亡くしたキッカーマット・ブライアントが 3FG を決めて勝利に貢献した。 シーズン終了後の2009年1月に、グルーデンが解雇され、ディフェンスバックコーチだった32歳のラヒーム・モリスが、ヘッドコーチに就任した。2009年2月に、デリック・ブルックス、ウォリック・ダン、ケイト・ジュンラを解雇、ドラフト一順で、QB 女子フリーマンを獲得した。開幕前に、ジェフ・ジャコジンスキー・オフェンスコーディネーターを解任。 グレグ・オルソン QB コーチが公認となった。開幕から3試合は、バイロン・レフトウィッチが先発、次の試合からジョシュ・ジョンソンが先発したが7連敗、その後、ジョシュ・フリーマンが先発 QB となった。1勝9敗となったところで、守備のプレイコールを担当するのが、ジム・ベーツ・ディフェンス・ウディネーターから、ラヒーム・モリスヘッドコーチに変わった。2010年。 開幕前チームの低迷を予想する声が多かったが、開幕から10試合を7勝3敗、最終的に10勝6敗の成績を上げ、プレーオフまであと一歩と迫った。この年、ジョッシュ・ジョンソンが成長し、インターセプトが非常に少ないものとなった。また新人 R ビール・ギャレット・ブラウンはこの年の新人でただ一人1000ヤード、ラッシャーとなった。2011年1月8日には、 ラヒーム・モリスヘッドコーチとの契約を2年間延長した。厳しいスケジュールで戦うこととなった2011年には、第2週から3連勝するなど、開幕から6試合で4勝2敗の成績を上げて、地区主位体であったが、その後9連敗し地区再開となった。11月7日には、前年のドラフト全体3位で獲得した、ジェラルド・マッコイ、12月には、アキブ・タリブが、 相次いで故障者リスト入りした。10連敗で4勝12敗。シーズン終了後、ラヒーム・モリス・ヘッドコーチは解任された。モリスの後任には、ラトガーズ大学から、グレック・シアーノを招聘した。1年目の2012年は7勝9敗の成績を上げたが、2013年は、開幕から、不調の S q B、ジョシュ・フリーマンを解雇、マーク・グレノンを先発 q B に昇格させた。 チームは開幕から8連敗するなど4勝12敗に終わりシーズン終了とともにシアーのヘッドコーチと20年間 GM を務めたマーク・ドミニクが解雇され2014年シカゴ・ベアーズのヘッドコーチだったラビー・スミスをヘッドコーチに招聘した5月28日マルコム・グレーザーオーナーが84歳で亡くなった開幕から 前年ベアーズで好成績を挙げたジョシュ・マカウンが先発 QB を務めたが、第3週のアトランタ・ファルコンズ戦で右手親指を負傷し途中退場、マーク・グレノーンが先発 QB を務めた。第4週のピッツバーグ・スティーラーズ戦でグレノーンがビンセント・ジャクソンへ決勝、TD パスを成功し、シーズン初勝利を挙げたが、その後4連敗して1勝7敗となったところで、再び、 マカウンが先発 QB に返り在た。チームはこの年、NFL ワーストの2勝14敗に終わり、2015年のドラフト全体1位指名権を獲得した。2015年は、地区再開に終わり、スミス HC は解任され、ダークコッターが就任した。2016年は、地区2位。2017年、2018年は、地区再会に終わり、11年連続して、 プレーオフを逃した。なお、2017年シーズンは、タンパベ以外の南地区3チームが、プレーオフに出場した。HC のコッターは解雇された。チアリーダーに、日本の小島智子が2003年シーズンから8年連続で、在籍している。浜中綾恵も2008年に在籍した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。